皆さんご準備ください。同時に見ましょう。僕の副音声で二度目楽しんでください。よっしゃ、行きましょう。行くよ。5、4、3、2、1、ドン。キューキーズクソシシックスは歴史 D、 そして これ誰の声よ。私たちはいつだって未完成だ。誰の声よ、これ。いい声してたけど。懐かしいね。うん。てんちゃんいいなぁ。何人もの背中を、まあ美しい卒業だけはだけをドキュメンタリーするという、うん、うん、おい、おい、おい、言うてますけど。これ見たよね、俺ね。あ、見てないっけ。見たよね。そう、見たね。すげえな、髪色。小池さん。バディーズ全員でやれよ、こんやろ。あ、そういうことね。そういう入りね。おお、私たち櫻坂46 3期生です、言うてますけども。エピソード1。あ、小林、すごいね、みんな。てか、別に見たのか。あ、大学生言ってるな、石森さん。小島さん、いいね。小島さん、安鈴好きだね、これね。まともさん、垢抜けそうだね、なんかね。大阪なんだ。村山さんって大阪なんだ。関西弁出ないね。あ、モザイクかかってんじゃん。まあそうだよな。東京出身の大阪在住。だ、でも、おい。なれるのだろうか。なるために必要なのは別にオーディションに受かることだろうが。もうなってんだよさ。スキャンダルを起こさないことだろうが。いいんだよ、もう選ばれた時点でなってんだから。とりあえずが頑張ればとりあえずなれるよ。
諦めなければ。ねえ。くじけなかったらなれるよ。関さん、会長、いやもうさ、若い子が泣いてるの見たらな、おーってなっちゃうよ。おっさんやん。おっさんやん、言うこと。もう、10代、20代の子がもう、おんおん泣いてたら、わー、やめてあげてってなる。もう、やめてあげてって。全然、合宿入れ、早く合宿。早く怒鳴られろ。お、富士山のふもと来ましたよ。山梨県防護省。特定班、どこですか？おはようございます。あ、真っ黒だ。これ村山さん？あ、違うの。まあ、これはでも全然特定できるね。4泊5日。いけすかねえ、いけすかねえ、マネージャーがついてるな。マネージャーか事務所スタッフか知らんけど。ダンサーか？あ、え、ま、え、どういうこと、どういうこと？あ、なるほどね。あ、じゃあ、お前止めちゃった。やばい。あ、なるほど、なるほど。一人辞退したんだ。あ、怖い。女が女をしてるのは怖いぜ。ドーム。ドーム見に来た。あー怖い、挨拶ちっちゃいとか言わないで。怖い、やだ、怖い、体育会系怖い、やだ。あー怖いよ、怒んないで、やだ。ああ、怖かった。ああ、やだ、ああいうの俺、ああいうの、ああいうのすっごい苦手。高弘さん、ドーム。お客さん。なんで高弘先生なんだろうね。高弘じゃないの？
高弘先生じゃないの？なぜ高弘先生の？お、練習の成果披露。あー怖いよ、当たり前とか言わないで、怖い。あー、谷口さんはやっぱ踊れてんだね。まあまあそんなにでもめちゃくちゃ飛び抜けてる感じでもないのか。まあでもキレはやっぱあるか。あ、怖い。あー、よかった。怒んない、怒んないでよ。怒んないで。ああ、怖い。怖い。そうだよね。これちょっと辛いな、見るの。あ、俺もこういうのすげえやだ。村山さん、白いシャツ着てんじゃん。真っ黒なんじゃねえのかよ。ああ、これは決まりなんだな。谷口さん余裕だよね、やっぱね。谷口さん余裕だよね、やっぱなんかね。まあそれはいろいろ思うことあるわな。自分がこれになるんだもんな。すごいよな。ああ、なるほどね。よく作ってますね。谷口さん余裕あるよな、やっぱな、なんか。あ、体調不良のため欠席。あら。でも、向井さんってなんかやってた子だっけ？なんかミスマガジンだっけ？いきなりやっても分かんないよね。あー泣かないでー。終わりました。
わあ、ちょっとこれ辛いなあ、これずっと見んのなあ。でも、リアクションは取りやすいので、毎度見ていきましょう。はい。毎日更新されるの、これ。日向は大喜利させられて、桜はこう、日向坂って合宿で大喜利させられんの？毎週月曜なんだ。じゃあ毎週月曜は、もう、ドキュメンタリー配信になりますね。ぜひ皆さん、サブチャンネルもチャンネル登録をして、毎週楽しみましょう。いやー、でもちょっとやだなー、これ。もう怖いんだもん。体育会系怖いんだもん。まあねー、しゃあないけどさー、これ嫌なんだよなー。なんか、僕、なんやかんや、社会生活不適合者なんで、なんかその、選ばれるとかがもう嫌なんですよね。選ばれるとかがもう嫌だから、なんかオーディションで、なんか、なんか、オーディションで選ばれて、頑張るみたいな見るだけでちょっとなんか嫌なんだよね。なんなん？選ぶって何？みたいな。なんでそんなこと言われなきゃいけないの？みたいな。気になっちゃうんだよね。あ、今週の水曜日に MV 公開されそう。あ、じゃあもうちょっと桜坂で大忙しじゃないですか。いや、どうです？いや、でもみんな可愛い。みんな可愛いよ。でもさ、こんだけやってさ、結局さ、なんかさ、最終的にはさ、握手券いっぱい売った子が勝ちなわけでしょ？それってなんか辛いよな。そうでもないのかな、桜坂は。どうなんだろうね。どう思います？皆さん。どう思います？どうなんです？僕今のところね、今のところ石森さんがちょっと気になるな。気になるってか、石森さんいいな。やっぱね、育ちがいい子がいいんだよね、俺。何の話してんだって話。育ち良さそうな子がいいんだよね。だからさ、石森さんとかさ、小田倉さんとかさ、やっぱそういうのちょっといいなって思っちゃうんだよね。向井さんとかさ、谷口さんとかさ、はさ、なんか、駄菓子屋とか行きそうじゃん。でも実は駄菓子屋行ってもいいんだけど、向井さんとか絶対駄菓子屋とか行くじゃん。なんていうかわかる？この感じ。駄菓子屋行かなそうじゃん。小田倉さんも石森さんも。いや、行ってんのかもしんないけどさ。いや、普通に、お家帰ったら、なんか、お母さんが、おにぎりとか作ってくれる。みたいなさ。そういう感じ。一旦お家に帰って、ちょっとおやつを食べてから、着替えてから遊びに行く感じ。この合計いなくない？今回。マトノさん福岡だったよね。博多だったよね。小島さん長野だったよね。中島さんも福岡だよね。で、小田倉さん東京でしょ？出身地やたら覚えてんだけど、俺。で、向井さんどこだっけ？向井さんも、田舎の方だったよね。あ、運営は遠藤を押してくっぽい CM 的に。まあでもわかる、なんか。うん、わかるわかる。うん、結局、できない子を押してくスタイルだからね。うん、ちょっとこう、地味で、原石みたいな感じの子をしていくっていうのがまあ、これまでの流れですからね。楽しかったです。お付き合いいただきありがとうございました。また、やりましょう。はい。しばらく楽しめますね。うん、いいですね。ありがとうございました。ぜひ、サブチャンの登録もよろしくお願いします。おやすみなさーい。